8日放送の情報番組、バイキング、フジテレビ系、で、人気アイドルグループ、ユースの小山慶一郎と加藤シゲアキの未成年飲酒報道を議論。番組 MC を務める坂上忍ら、出演者たちが今回の騒動について、それぞれの見解を示した。東国原さん、ジャニーズさんの文書は的確だと思う。番組に出演していた政治評論家の東国原秀夫さんは、ジャニーズさんの、この文書は的確だと思いますね、と今回の騒動についてコメントし、ジャニーズ事務所が迅速に正式文書を発表したことを評価。続けて、報道に携わってる方たちは自覚を持って、こういう類の飲み会だとかあるハラ、は、ブコールハラスメントにも通用するすような行為をしないことですよね、と締めくくった。未成年に飲酒させたことはもちろん問題ではある。しかし小山に関しては報道番組に出演する身として、一般の任意以上に、ふさわしくない、行動だと捉えられたようだ。アドズバイキオスクド、昔の飲み会みたい、東国原さんからの流れを受け、モデルのアンミカは、報道にた、ふさわる身としてもですけど、30歳を超えた大人が若い子たちに一気で飲ませるのみあっていうのが問題なんじゃないのかな。ちょっとダサいっていうか、と持論を展開。一人の大人として、好ましくない飲み会をしていることに苦言を呈した。アンミカの意見に対し、坂上が、古い飲み会、と笑顔を見せながら番組。ご出演者たちに語りかけると、スタジオは同意の空気が充満した。そして今回の騒動に対し、坂上は、出るそばの僕たちは、音声などが流出することもあると、どこか必ず頭に入れておいて、飲む相手も見極めなければならない状況なんでしょ、と、テレビに出演するタレントしてのあり方を再度確認した。アイドルとして、番組の視聴者からは、アイドルだから今回の騒動は問題、といった声も見られる。キャスターとして、一人の大人として、ではなく、小山がアイドル。だからこそ私生活に気を使って欲しかったと考える人もいるようだ。未成年での飲酒をしたことがある。調べ編集部では、全国20チルダ、60代の男女1352名を対象に、未成年の飲酒についての調査を実施。結果、46.5% と半数近い割合の人が、未成年での飲酒を経験していることが分かった。ネットで挙げられた意見にあったように、アイドルとしてプライベートに注意していれば起こらなかったであろう今回の騒動。他のジャニーズタレントが、同じことを繰り返すことがないように願いたいところだ。合わせて読みたい、ニュース小山慶一郎の活動自粛に、ジャニーズブランド崩壊を心配する声が相次ぐ、調べ編集部の世間と、調査概要、型、法、インターネットリサーチ、フズー、調査期間、2016年6月24日から2016年6月27日対象、全国20から60代の男女1352名、有効回答数、